品グルメもいただいちゃいますよ。あなたは今おいくつですか？僕は30です。30です。台湾にいました。そうですか、はい、台湾を愛し台湾在住何十年もの日本人を徹底取材。何その顔。何その顔。もう言葉に出ない。おいしい。さあ始まりました、びっくり台湾びっくり部長のたかしです。さあ私たかし部長、本日はですね台北現在臨泉公園に来ております。ちょっと今日ねあいにくの雨なんですけれどもね、雨の中負けずにちょっと頑張りたいと思います。さあそこで本日はですね、台湾に住んでいる日本人の方をインタビューするシリーズでございます。こちら前回ですね加賀屋さんの徳光さんのところにお伺いして、もう徳光さんがねもうどれだけ台湾を愛してるかっていうのをねいろいろ聞けたシリーズかと思いますけど、本日もですね台湾なんと在住歴28年の大ベテランの方でございます。今日はですねこの方ちょっとインタビューしたいんですけれども、もう僕にとってはもう先輩の先輩のもう大先輩でございますから、ちょっとね僕みたいな若造一人が伺ったらちょっと失礼を働くんじゃないかとちょっと怖いのでね、今日はちょっともう、人生の大大先輩、そして台湾の大大大大大先輩にお越しいただいております、劉波先生でございます。よろしくお願いします。いきなりですけど大大大先輩はないでしょ。お姉さんぐらいにしといてね。そう、でも 大先輩でございますから。先輩、さあ先輩、はいはい、先輩ですね。わかりました先輩。若輩者じゃちょっと役不足だからちょっとお姉さんが出てきてお手伝いしましょうと。なんてこと言うんですか先生、本当にもう。でもね、本当大先輩なんで、はい、私もですね台湾に来て25年半なんですけれども、はい、来た当時からお世話になってる大先輩、これは本当の大先輩。なるほどね。じゃあ今日もちょっと大先輩会うということで、はい、今日は8匹来てきたんですか。そうですね、大先輩じゃないんですけれども日本人を紹介するときには、はい、ちょっと日本の伝統的な服を着たいなと。でもちょっと着物じゃしんどいんで、はいはいはい、8匹ぐらいにしとこうかなということで。でも綺麗ですね。ちょっとトレードマークにしようかなと。可愛い。しかもなんかあれ以前着てたのとなんかちょっと違います。この間はピンクで今日は赤にしました、はい、あらたくさん持ってるということで。はい、そうなんです。わかりました。じゃあちょっとね、こんな でも、はい、もう大先輩なんで失礼のないようにね。わ、はい、かりました、わかりました。ちょっと気をつけます、はい、しかも私の大学の先輩にも当たるわけです。あ、そうなんですか。はい、岩さん大学の先輩。はい、そうです。え、ってことは僕一緒ですよね確かに。あなた後輩。そうですよ。いました。嘘でしょ僕リュウさん後輩ですよ。そうなの。ってことはじゃあ短大。あ、そうなんですね。はい、あ、わかりました。僕たちの主絵山ということ で、 そうです。本日はですね我々の主絵山のところに大先輩を、はい、主絵山楽しみ、はい、伺っていきたいと思います、はい、どこにいらっしゃるんですか、お店ですか。今日ねこの公園の中にいらっしゃるってことで。あ、そうですね。どっかいる。あ、ほらほらあそこあそこ見て、あっちあっちほら。あ、あの方ですか。そう、あの方よ。行きましょう。はい、ということで本日はお二人の大学の先輩にあたる台湾在住歴28年の大先輩を訪ねることに。一体どんな方なのでしょうか。村松さん。はい、あ、はいはいはい、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、どうも、はいはい、はい、よろしくお願いします。え、ゴルフのスイング。そう、もうね、1年間やってないからね、コロナの関係で、はい、体が忘れちゃいけないから。あ、なるほどね、公園で。すごいね、セミプロのようにゴルフなさってたからね。あ、そうなんですね。そんなあれでもないですけどね。元気な頃は、元気。そうなんですね。今それは元気ない。今でも元気ですから。そんな兄貴肌で多くの方から親しまれている村松さんが経営されるうなぎ屋さんは。なるほどね。え、ちなみに先生はお二人どれくらいのお付き合いなんですか。もう25、6年だね。すごいですね。私が台湾に来たばっかりの頃に、はい、なんだわ、俺の後輩が臨泉で店始めたのか、そりゃ応援してやらなきゃいけねえなとか言って。後輩ね、俺は中退だからね、半後輩だね。あ、そうなんですね。半後輩。その当時日本人の女性で、はい、中在の奥さん以外に普通に、はい、出るって他にいなかったんですよ。なるほどね。めちゃくちゃ珍しくて、珍しかったんだ。みんな可愛がってくれたのよね。そうだったね。そうなんですね。可愛がるのにもほら後輩っていうと言い訳ができるから、はい、そういう言い訳で本当は愛情だったから。なるほどね。ちょっとこう、だから反対も手も出しなくなっちゃうね。なるほどね。ちょっと狙ってたってことですか。狙ってないですか。大丈夫ですか。紹介の方を狙ってたのか。なるほどなるほど。ちなみになんか当時のお二方の思い出みたいななんかあったりしないんですか。例えばね、はい、私ね11月にお店を出したんだけど、はい、その頃ね、すごい元気で、はい、リンセンペールーを大名行列のような感じだったわけ。え、どういうこと。いや、今も元気ですよ。どういうこと、ね、医学部の院長先生の検診みたいな感じで。とんでもない。
いっぱい人引き連れて、いろんなリサイクル練り歩いて、いろんなお店に行くんですよ。そうなんですか、皆さん。来たぞ、どうって言って、ちょっと開けると、帰ると、毎ターンみたいな感じで、5、6人少なくても連れて歩いて、はい、毎晩のようにリンセンペールをうねり歩いてたんですよ。そうなんですか。元気だったよね。兄貴だったね。あの頃元気だったよね。まあそうだね、昔からみんな誰かついてくる、誰か誰か、日本にいる頃もね、だからもう兄貴みたいな感じでみんなにおごって連れて歩いてたわけ、はい。そんな兄貴肌で多くの方から親しまれている村松さんが経営されるうなぎ屋さんは、臨仙権現園から徒歩4分のチーティアトンにあります。連日多くのお客さんでにぎわうこちらのお店、日本人のみならず台湾の方々からも愛されるうなぎとは一体どんなものなのでしょうか。この後そのうなぎが登場します。楽しみですね。はい、ということで、じゃあ村松さん、はい、うなぎが食べれるということで、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。今から調理しますので。はい、で今から調理するんですか。あ、そうです。はい、そうなんですか。ええ、なるほど。ちなみに調理ってどれぐらい時間かかるんですか。まあ早くて40分、遅くて1時間くらい。1時間早いから1時間。お腹空いたのにね。そうですね。まあなるべく早くさっさっさと頑張ります。これから調理をされるということなので、部長、せっかくなので調理場見せていただきましょうよ。うなぎってどうやって調理されるんですかね。例えばですね、これからうなぎを開くところを見せていただけるということで、今ですね、シェフがこうやってやられてるんですけど、シェフ問一下哦，就是杀鳗鱼的步骤是怎样子的？步骤就是挑选一只好的鳗鱼，然后先剁头放血，然后一定要先固定。先要固定。对，要固定那才不会滑，因为鳗鱼很滑。哦。对。然后这个是切背面。背开，对。为什么要开背面？背开是我们关东的做法。啊、开腹面是关西的做法、啊、そうなんだ。我第一次 我日本人第一次知道耶。关西跟关东开的地方不一样啊。所以你是关东人。关东的做法。关东的做法。对对对、啊、好。然后呢，哇，然后就背开。哇，这需要力气那真的。然后内脏要取出来，这是慢干，用烤的很好吃。然后要去骨。哇，見てすごい綺麗。哇，気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。さーっと。那你做多久了？我做二十几年了。二十几年了。对。見てください。这个 muscle 是因为是鲨鱼，所以是才会这样子吗？ muscle 有吗？对啊，很有 muscle。这是你有运动吗？一点点。对对对。那でも本当にじゃあ、こううなぎを開いて鍛え上げた筋肉ってことで、すごいね。想像していたより力仕事のうなぎの調理、開き方を見せていただいたところで、次は一体どんな調理を行うのでしょうか。なるほどね。いやでもちょっとね、これ、まあ、うなぎ開くの見させていただいたので、次はちょっとですね、村松さんに焼くところを見させていただきたいと思います。開いたうなぎは串を刺し蒸した後焼いていきます。うなぎの焼きは一番難しいそうで、村松さん曰く一生修行しなくちゃならないものなんだそうです。できたんですね、ついに。今蒸し上がりました。わーすげー、美味しそう。もうすでに美味しそう。熱くないんですか。いや熱いですよ、これ。熱いんだ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。タレがわー、このタレはもう長いタレですか。何年って。もう開店以来だから27、8年ですね。27、8年、すごいですね、ずっとじゃあもう使われてるってことなんですね。そうですね、まあ相当って、要するにたかが27年ですよね。いやいや、27年相当長いですよ。一般のうなぎ屋さんはね、日本にはいるうなぎ屋さんとかもう100年とか50年とか60年。全く買えないんですか。買えない、ただ継ぎ足し継ぎ足しです。そうなんだ、だからなんかちょっと聞いたことあるんですけど、なんだっけ、うなぎ屋さんは火事になったら、そう、うなぎ屋さんもね、焼き鳥屋さんもそうだけど、はい、火事になったらまずこのタレを持って、お金じゃなくてタレを持って逃げろってやつですよね。ちなみに村松さんもどれぐらいなんですか、この焼きをやられて。まあ焼きって店始めて以来だから、もう27、8年の。だから日本にいる頃はもともとうなぎ屋の商、うなぎの料理の方じゃない、なくて、はい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 、養殖とか販売商売だったから、あんまりそう焼くってことだけど、はい、まあ、店こっちに来てからだから、やっぱり見よう見まねで27、8年で、ね、7、8年で、いやでもすごいいい顔、めちゃめちゃいい顔。これね、これ、はい、これやっぱり機械が陽性で、遠赤外線って赤外線と同じ効力を持ってるんですよ。この下のこの焼いてるやつですか。そうそう、電気がね、これなんか結構印象的にはイメージには、炭を使って焼くイメージがあるんですけど、村松さんのところはもうこの炭じゃなくてこれを使う。炭間に合わないし、この方が一定して焼けるから、なるほどね、平均的に焼き上げられるってことですね、
うなぎのかば焼きの調理技術は串打ち3年、裂き8年、焼き一生と言われるように最適な焼きは難しく、この技量は長い修行によって得られるものとされています。それだけ職人の腕はかば焼きの美味しさを左右するものなのですね。開店から28年間、継ぎ足しによって使い続けられたこちらのお店のそのタレの味はいかがなのでしょうか。僕はいつもこうして見てるだけで食べれないから、部長が羨ましすぎます。部長、絶対に美味しいこと間違いない村松さんが焼き上げたこちらのうなぎ、早速いただいちゃってください。はい、やってきました。今日ひつまぶしですね。そうです、はい、これはどうやって食べるんですか。いや、好きなように食べていいんですけど。好きなように、はい、でもですね、そう、まあ一応4回でね、4回、これはまあ大体4つにこう十文字に、はい、4等分に、これ4等分にこう、そう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 、はい、4回味が変わるってことですね、そうそうですね、そう4分の1を茶碗に入れて、はい、まあ、あとはね、あのそのままうな丼として楽しんだりとか、はい、こう卵をかけて楽しんだりとか、あとは山芋ね、あとはこの最後にお茶漬け、あー、はい、なるほど、いろいろな調味料を加えることで様々な味を楽しむことができるひつまぶし。まずは何も調味料を加えずオリジナルの味を楽しむことに。僕も食べたいな。いただきます。はい、行ってください。何その顔。どうですか、何その顔。もう言葉に出ない。おいしい、おいしいよ。生きててよかったよ、本当に。本当によかった。台湾で一番おいしいうなぎだと思います。本当にやっぱりね、まあね、うなぎだけはこの浜松流してね、あの、うん、まずうなぎが程よい柔らかさで口の中にほろって、なくなる感じなんですよね。とろけるとはまた違う、ほろって崩れるんですよ。それでね、締まってるの。そう、そうなんですよ、ね、あのだらけてないのよ。そうで、お肉も厚みがあるんですよね、程よい厚みがあるんで、うん、で、このね、タレがね、程よい秘伝のね、秘伝のタレがね、まあ、秘伝っていうか、やっぱり歴史のタレですね。でもそれが大事だって、歴史は作れないから。そういうことですね。しょっぱすぎず、甘すぎずで、程よいこのしょっぱさな感じで、とても美味しいですね、本当に。あとね、臭みがない、まあ、うちなんかはこの臭み出すために水槽で何回も水入れ替えて新陳代謝させて臭みを取ってるけ ど、 なるほど。一般的には臭みがある。で、全く臭みがないっていうのは、うん、まあ、あのデパートなんかで売ってる加工品でも消臭剤を使ったうなぎとか。あ、これうなぎはどこのうなぎ。いや、台湾のうなぎです。あ、台湾のうなぎなんですね。台湾のうなぎでもね、あの日本へ行く輸出用のうなぎなんです。だから規格が日本から来てる。大きさサイズとか日本からその日本の基準に基準に合ったうなぎなんです。だからこれ日本で食べるのと同じ。全く一緒ですね。この後絶品うな丼を作る村松さんの信じられない過去が明らかに。ファンスーメン、カンダハイシーファンマ。如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。台北は人生ベルにてうなぎ屋さんを経営する村松さん、高志部長と劉波さんもそのうなぎにすっかり魅了され、お箸が止まりません。いろいろな食べ方がある中でも部長はこの卵を加えて食べる食べ方がお気に入りだそうで。でも部長、美味しいの分かりますけど、食べてばかりいないで村松さんへのインタビューもしっかりとしてくださいよ。ラーマン長いじゃないですか、はい、だから村松さんは実は私と一緒で、まあ、日本で生まれ育った日本人なんだけど、だけど身分証取ってるんだよね。そう、え、台湾人なんですか。台湾籍って言います。台湾籍なんだ。私と一緒なのだから。あ、じゃあ先編前を持ってらっしゃる。そうそうそう、そうなんですね。あら、さすが。分析取るってなかなかね、本当に愛してないとできないことですから。ちなみに村松さん当時その、え、台湾って28年目。そうですね、28年目で、当時はなぜその当時いらっしゃったんですか。最初台湾に来た時。いやさ、僕は俺あの実家の溶媒業っていうのは社用産業で、はい、大したあれもないから、その時たまたま俺の友達が台湾リクルートっていうのに投資して、いや日本でほら江添さんがああいうことになって台湾リクルートがなくなっちゃったから、日本のリクルートが、はい、それをやっぱり台湾でもう一度やりたいっていう元リクルートの重役がこれ会社を起こしたんです。それで僕の友達が投資して、それで一応1年間契約役員で行ってくれないかってことで来たわけ。
あ、その駐在員さんとして台湾にいらっしゃってる。そう、駐在とか監視役みたいなもんだね。俺仕事したことないんだから、その1年間。あ、そうなんですか。何してたんですか。いや、DCA 飲んでるだけだから当時1年間っていうのはどういうことなんですか。1年後にその会社を辞められたってことなんですか。いや、もう辞める前にも会社潰れましたよ。潰れちゃったんですね。あ、で、うなぎ屋さんを潰しちゃったの。遊びすぎて潰れたんですよ。嘘もなかった。で、当時それでその後辞められて、うなぎ屋さんを開かれたんですか。そう、日本から帰る時で、もう帰っても大した仕事もないし、うん、養殖しかないし、どうしようかなと思ったら、まあ、台湾ではうなぎ屋でもやろうかなっていうのが原因。第一の原因はね、うちの養母は帰ってこなくていいって言ったからね。あ、日本に帰ってこなくていいからって。あ、そしたらなんか台湾でやろうかなっていうことで。まあそれは半分半分ですけどね。あ、冗談半分でね。そうなんですね。え、でも当時の台湾って今とやっぱ全然違うんじゃないですか。なんかこう、なんかイメージみたいなのってどういうイメージなんですか。いや、なんだってトラブルで揉めたって、ごめんなさいって言った方が負けだから。あ、そうなんですか。ごめんなさいって言った方が、謝った人がごめんなさいとか、この部分は俺が悪いけど、そっちはお前の悪いじゃないかっていう話じゃないから、俺が悪いって言ったらそれ負けだから、はい、全部お前が悪いしかないから、強いもの勝ちっていうかね。あ、じゃあ強気で常にいなくちゃって、大きい声出して、はい、強いものが勝ちよね。そう、そういう感じだったね。村上さん、ちなみにこう、はい、台湾に長いこと住まれてらっしゃいますけど、台湾のやっぱ好きなところっていうのは。まあ、好きなところはたくさんありますけどね、一番大事なことはね、僕は台湾に来てから引っ越しが3回あって、ここで4軒目なんですよ。お、はい。引っ越しても僕はあんまりどこどこ引っ越しました、あれしましたって案内出してないから、それでも探して台湾の方求めてこう来てくれるんです。すごいですね。それとお前の店いつ買ったんだとかね、うん、俺探したよとかね、うん、だからそれも3回引っ越したたびに聞いてるからね、やっぱそずっと応援してくれてるんですね。だからやっぱり義理がたいなとかね、すごいですね。そういう二十何年ついてきてるわけですね。そうですね。すごいですね、それ、うん、それともう二十何年やってるとね、最近ここでもあったことだけど、あの看板があるんですけどね、うんうん、で、あの看板は最初からだけど、うちのお父さんはここで働いてて、それで今言われてこう来たと。だから同じお父さんが働いてたけど、看板ここにあるねっていう。スタッフさん。そう。昔スタッフさんが働いてた、そのご子息が大きくなって来てくれてるわけですね。すごいですね。本当にそれは、うん、言い難いというか。だからね、そういうのもあるし、それとあとバイトは昔うちで外場を責任でやってた方がの子供がもう大学生になってるから、このミシュラン取ったら忙しい時も全部アルバイトに来てくれるとかね。親子2代で。そう。すごいですね。優しいですね。それ日本じゃないですもんね。多分まあそんなようなあれでね。なるほどね。まあそんなことくらいかな、やっぱり。素晴らしいことですよ。多くの台湾人に愛されるこちらのひつまぶし、最後にお茶漬けを加えて食べてみることに。そのお味は。じゃあちょっと4つ目の食べ方ということで、これお茶漬けっていうのは、なんか僕一度名古屋で食べたことあるんですけど、ええ、どこでもあるんですか。いや、これはね、ひつまぶしっていうのが名古屋が発祥地なんですよ。あ、そうなんですか。だから東京では見たことない。あ、東京ではないんですね。名古屋から浜松くらいまでしかないんですよ。出るよね。そうなんだ。この食べ方っていうのはね、このにも入れた方がいい。おのりもね、おのりもちょっと入れて、これだって今はね、東京でもあるけど、うん、昔はなかったよね。なかったね、そうなんですね。これはお茶漬けのお茶を、そう、わさびの上からね、わさびが溶けるように。美味しそう。どれぐらい結構入れちゃってるんですか。適当で、適当で、入れることはたっぷり入れますね。このわっ、海苔がいい香り、海苔がすごいいい。あ、そしてわさびって本当にお茶漬けの匂いがする。ちょっとお腹いっぱいになっても、はい、最後またこれで全部入っちゃうんですよ。入っちゃうね。入りますね、これ。いただきます。ズルズルって入ってる。うまっ。マジ本当においしい。あ、もう、はい、今、本当に味が全部違いますね。そうですね。4回とも全然違う。だからね、いない前最初で3回味が違うから3回食べるとかね。うんうんうん、うちはこれ4つに分けてるから、本当は4つなんですけどね。調味料を加えて食べることで全く飽きずに食べきれてしまうひつまぶし。うなぎも日本の大きさと同じものを使用しており、28年の歴史あるタレで焼かれたそのうなぎは、一度食べると忘れられないこと間違いなしです。
山口さん、今日もありがとうございます。あ、どういたしまして、はい、本当に美味しいのいただきました。ちなみになんかデザートでケーキとかあったりしないですかね。いや、今はフルーツがちょっとありますけどね。フルーツなんですね。ケーキはないんですか。ケーキはないです。ケーキはない、まあ、そケーキとかスイーツは私に任せますよ。どういうことですか。え、持ってきてるんですか今日。いや、ここは持ってこれないけど、はい、私の知ってる美味しいお店があるからちょっとそこご案内する。そうなんですね。あ、じゃあちょっとこの後先生とデザートをじゃあいただきに。わかりました、わかりました。じゃあ行こうか。わかりました、じゃあありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも、はい、あ、ちょっと待って、何何何何、ごめん、ちょっと大変なことがあるんで、ちょっとうちの会社寄ってもらってもいい。あ、先生の会社に寄るんですか。すぐ近くだから。あ、この辺なんですか。うん、すぐ近いからすぐ終わるんだけど、どうしても寄んなきゃいけない大事な用があるのよ。あ、もうちょちょちょ、それ言ってからいいですか。じゃあ、みんなごめん、わかりました、みんなごめんね、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 はい、5分ほどお願いします。わかりました、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ村上さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも、はい、失礼します。失礼します。行こう行こう行こう。ちょちょちょ、 ここなの、うちのお店。ちょちょ、ここ なんですか。早くもう、ちょ早く来て。毎日しなきゃいけないことを今日するの忘れてたのよ。まあ、大変なのよ、早くしない。何いいから、いいから、早く早く、どうぞどうぞ。大丈夫、大丈夫。いいから、どうぞどうぞ。早く早く早く、ちょっと私さ、はい、今から用事済まして、はい、帰ってくるから、はい、それまでの間ちょっとあんた座って待ってて。ここに座ってて。そう私ちょっと急いで済ますから。ね、頼むよ。はい、オッケー。大丈夫か。何？何なんですかね。ちょっともう少しここで待ちたいと思いますけど。はい、この子です、この子です。はい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 、なに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 、どうしたどうしたどうした、先生、お願い、お願い、どうすんの、どうすんですか、なにがなにがなに、ご飯あげんの、チャームちょっとチャーム、なに、チャームチャームちゃん、めっちゃおデブちゃんじゃないですか。チャームなに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 、食べてる食べてる、食べ嫌がってる、先生すごい嫌がってる、痛い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 、いや、ちょっと待って、先生、どういうこと、これのために、これのために俺ら全員ここに呼んだんですか、もしかして。え、だってちゃんもご飯食べなかったらかわいそうじゃん。ちょっと、ハリセン、ハリセン、もう本当に。だって あんなに太いのにお腹空いたらかわいそうでしょ。いや、あんなに太いから1日ぐらい食べなくても大丈夫でしょ。だってかわいそうじゃん。いや、もうかわいそうですけど、うん、どういうことだよ、本当に。いや、チャームにご飯の時間だったのよ。あ、そうだったんですね、うん、そう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 。でもね、なんかスタッフいっぱいいて、はい、緊張しちゃったみたい。いや、じゃあもう一人で戻ってきてくださいよ、本当にもう。だってケーキ食べに行くんでしょ、これから。そうそう、ケーキ食べに行くんですよ、ね、そうですよ。だから私たちもケーキ食べる前にちょっとチャームにもご飯あげないと。ご飯あげてってことですね、うんうん、お願いします、ね、失礼いたしました。いや、じゃあちょっと後でまたこれちゃんとあげて。はい。そういえば、リュウハさん、お店初めて来ましたね。せっかくなので、少しリュウハさんにもインタビューさせていただきましょう。え、結構こう、シンプルな感じなんですか。あのね、ここをレンタル、占いをしたりとか、はい、先生呼んで占いをしたり、はい、あと占いの講義をしたり、はい、そういうのに使ったり、あとはあそこグリーンバックになってて、はい、まあ、あれは取り外しできるんだけど、はい、YouTube 撮ったりとか、あ、まあ、YouTube だけじゃなくて、講義の動画も撮って、はい、生徒さんに送ったりとか、はい、そういう風にしてるんで、作業、まあ、スペースみたいな。そうです、そうです、そうです、そうです。先生の占いのお客さんって日本人の方が多いイメージですよね。そうそうそう、コロナ大丈夫だね。それがさ、やっぱコロナで観光客が全く来れなくなっちゃったじゃないですか、うんうんうん、私も困ったなってことで、で、まあ、日本の観光客の方に関しては、まあ、オンラインを使って占いを鑑定すると。で、私自身は、そのオンラインを使って占いを生徒さんに教えるっていう方にシフトしたんですよ。教えてらっしゃるんですか。そう、そうすると生徒さんが、その、まあ、今私のずっと習ってる生徒さんが100人以上いるので、はい、その人たちに定期的に講義をしたりとか、そういう風にしてるので、まあ、おかげさまでコロナの印象はなくなりまして、悪い印象は。そうなんですね。はい、じゃあインターネットの方でもいろいろ。そうです、そうです、もうインターネットのおかげっていうかね、昔だったら私が台湾にいて日本っていうことで距離があったでしょ、はい、でも今はコロナができちゃったことによって、皆さんがオンラインを使って占いを受けたり授業を受けたり、そういうことが当たり前になったんですよ。あ、なるほど。だからコロナの前はやっぱり対面でっていう人が多かったんですけど、はい、今はオンラインでも全然 OK ってなったので、うん、逆にこう私の仕事の範囲の幅がすごく広がった。へー、そうなんですね。そうなんですよ。てか
流派先生って本当に先生だったんですね、うん、こうちゃんと教えてらっしゃったんですね。そうそう人生の大先輩だからみんな大先輩だから先生って言ってるのかと思ったけど、一応です ね占いの先生もやってるし、はい、あの大学の方でも講義持ってるし、まあ、今大学もほらこういう時代なんで、はい、オンラインの授業になったり切り替わったりもしてますけれども、はい、ちゃんとあの先生という職業をやっています。やられてるんですね。一応こう見えても皆さん別にあの人生の先輩だから先生とは言わないから、ま、なんでそこにこだわるの。そこにこだわるの。僕そうあの勘違いしてたんで失礼しました。わかりました。じゃないよ先生、もう俺そろそろケーキ食べたいよ。もう猫ちゃんいいでしょ、うん、まあ猫ちゃんはとりあえず、はい、じゃあ置いといて、はい、素敵なケーキご案内します。私の大好きなお店なんです。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。流派さんの緊急の用事も済ませたところで気を取り直して続いて流派さんおすすめのスイーツ屋さんへ行くことに。一体どんなお店なの？ CM など机いっぱいのケーキをいただく。美味しいでしょ。美味しい。私ここ大好きなのよ。え、トゥーラ、はよ台湾好通信よ IG ガン FB ヤホンインダージャーダスイジョンガンアンガザンの。行きましょう行きましょう。あ、どうもありがとう。ここなの私の大好きなお店。可愛いですよ先生。可愛い。すごい可愛い。可愛いってな、何言わんの。いや、すごい可愛いですね。何何何何何が可愛い。可愛い。いや、本当に。お、ちゃんとほら、こっち男の方にもちゃんとご挨拶して。人まで来た。どうも、こんにちは。可愛い。もちろん女の子可愛いけど、はい、お店が可愛いでしょ。あ、本当だ。めちゃめちゃ可愛いお店ですね。素敵なお店でしょ。すごい、なんか日本っぽくていいですね。そうでしょ、はい、まあ、女の子に目がいかないんだから。本当に。失礼しました。はい、じゃあ行きましょう。はい、中入りますか。はい、行きます。では流派さんおすすめのスイーツをいただいちゃいましょう。でもお二人さん注文しすぎじゃないですか。さあということで店内にやってきたんですけども、はい、いいでしょさあ何ですかこのケーキ。え、だってあなたがうなぎ食べた後に、はい、流派さん僕ケーキ食べたいとおっしゃったからケーキ。え、言いましたけど私ケーキ好きなの。ものすごい量で、ものすごい量ですよ。すごい量よね。いや、そう、ものすごいケーキの量なんですけど、あとそのお隣にいらっしゃるこちらダンディーなこのおじさま、はい、このおじさまは一応ここのお店のオーナー様。あ、オーナーさん、よろしくお願いします。はい、あの日本人の方なんで。あ、日本人の方。はい、そうなんです。私の古くからの友人でもあります。そうなんですね。はい、近藤さんと。近藤さん、よろしく、はい、近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近藤茂光さん、飲食店経営や健康食品販売など数々の事業を手掛ける台湾在住歴32年。お店が可愛いですね、やっぱり、このお面と、うん、え、あれ先生書いてある、鬼は外、福は内で、ほら、鬼は外って書いてある。先生、外、外で鬼は外ですから福は内でしょ。あ、福でしたね。そう、福は内よ。福は内でしたね。そうよ、全くね、こんなにいっぱいケーキ並べたじゃない。そうですね、本当にね、はい、あのですね、はい、こちらあの大豆のコーナーですね。大豆の実際うちはグルテンフリーですから。え、そうなんだ。はい、こちらのお店小麦粉使ってね、グルテンフリーだね。あ、そうね。これすべてグルテンフリー。すごーい、グルテンフリーだよ。ふわ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 、分かります？分かります？ぷよぷよしてる。ぷよぷよしてる。ふるわしてんだよ。わざとやってんだよ。ぷるぷるしてる。いただきます。おいしい、おいしい。え、これ美味しいでしょ。美味しい。私ここ大好きなのよ。本当に大豆できてるんですか。そうです。一切入ってない。はい、すごい、もう本当にふわふわ。いい意味で食感がないぐらいふわふわですね。え、これ上のやつは抹茶ですか。うん、抹茶。しかもこれ、はい、豆乳のクリームです。なるほどね、だからか、はい、なんかクリームがしつこすぎずに、はい、何かおすすめとかってあったりしますか。一番人気っていうのは、まあ、レモンタルト。レモンタルト。その次これミラクルホワイト。ミラクルっていうのは奇跡って意味なんですけど、はい、小麦粉を一切使わないのと、ケーキも全部牛乳も使わない。え、卵も使わない。どういうことですか。ですから、あの一切そういうものを使わない、動物を使わない。牛乳を使わないでこんな白くなるってすごくない？なんで白くなってるの？まあ、でもこれも世界に1個しかない。あ、そうなんですか。はい、台湾のうちだけです。ちょっと先にレモンの方いただきます。うん、アイテムが、あ、何これ、なんかすごいいろんな味がする。そう、お米なんですよ、もともとお米。あ、だからか、はい、小麦で食べたタルトよりも甘みがちょっと強めというか、うん、うん、
美味しい、すごく美味しい。で、レモンの味もすごい美味しいですね、このレモン。早速じゃあそのミラクルホワイト、世界で1個です。世界で1個のミラクルホワイト、いきます。豆乳でそんな白くなるんですか？全然豆乳の感じはしなくて、牛乳と同じなんだけど、でも大人の味だね。なんかね、しつこい甘さがないの。うん、初めて食べたこの味。クリームなんですけど、うん、普通のクリームと全然違う。でも牛乳じゃない。あ、そうお豆の香り。お豆の香りが、美味しい。すごいヘルシー。こういうヘルシーなケーキって、はい、罪悪感感じないよね。そうですね。女子はやっぱさ、特におばさんだからさ、罪悪感感じるじゃん。全然いけちゃうよね。これだったらそうですね。いけちゃうよ。いやでも先生、そして罪悪感の王道といえばチョコレートケーキ。これはチョコレートはね、これは大丈夫ですか？チョコレートケーキってさ、罪悪感の王道じゃない？はい、でもさ、いっちゃうよね。これもグルテンフリーです。全てです。いっちゃいます。これやばいよ。ちょっと正直言って、台湾のケーキってちょっと甘すぎるなっていうとこ多いじゃないですか。美味しいんだけど、ちょっと甘いところが多いんだけど、はい、こちらのは全部そんなにほのかな甘さで、しつこくないから大人の味で、かついくらでも食べれちゃうっていうね、危険なケーキ。危ないですね。危ない。罪悪感を感じないケーキだなんて気をつけないとですね。ところで近藤さんと劉波さんはもう長いお付き合いなようですが、近藤さんは台湾に来てどれくらいなのでしょうか？近藤さんと私もさ、もう長いよね。そうですね。私がね、来た当時だから25、6年になるよね。もう25、6年になりますね。だってさ、近藤さん台湾来て何年だと思います？でも25、6年。うん。あなたは今おいくつですか？僕今31です。31？ はい。台湾にいました。嘘でしょ本当ですか？はい。え、生まれる前にもう台湾、生まれる前にもういらっしゃったんですか？はい。じゃあもう30年以上だから。32年。32年。はい。負けました。うん、すごい。高橋君の人生の全てを台湾で過ごしてると。嘘。すごくない？信じられない。すごいですね。いやー、ずっと台湾だよね。そうです。なんか私が来た頃にお世話になって、はい、やっぱりいろいろ応援してくださって、でそれからのずっとお付き合い。そうですね。そうなんですね。よくお食事とかも行かれたりするんですか？うん、あのさ、はい、近藤さんってさ、はい、お食事とか誘うのすごい好きで、はい、おなんかうまいもん食いに行くぞって声かけてくれるわけ、はい、で、ね、行くでしょ、はい、そうするとさ、必ず誰かいるわけ。普通さ、男の人が女の人誘ったらおデートだと思うじゃない？はい、普通はね、はい、でもね、絶対に何人かいて、絶対1対1ではご飯食べないんですよ、彼は。ね、で、まあ、奥さんに対してね、そういう風にしてるのか、やっぱ女性と1対1で食べたらまずいっていう風に思われてるのか、とにかく1杯で食べるわけ、まあ、最低でも3人、4人でね、今日のケーキと一緒、もうね、いくらでも注文するわけ。もうどうしてこんなに取るのっていうぐらい、いやもう近藤さん、この人数だったらそんなにいらないんじゃないっていうぐらいオーダーするわけ。もうこうテーブルがいっぱいになるくらい。でね、それでね、お店の人がね、ピューってきて、近藤様、今日は何々の新鮮なのが入っておりますなんて言うと、ああ、じゃあそれも持ってこいなんて言って。わ、兄貴じゃないですか。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。お店の人分かってるから、はい、高いさ、本マグロとかさ、ね、そう、はい、そう本マグロのね、あのあれが入ってるよとか言われると、ああ持ってこいって言うわけ。かっこいい。俺とかも言われたら、あ、そうなんですね。ちょっと細かくしちゃいます。そう、このぐらいで2000元とかするもんでも、はい、もうどんどん取っちゃうわけ。うわ、コン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 って並ぶわけ、はい、でね、並ぶのに自分食べないのよ。そうなんですか。人に食べさせるわけ。そうなんですか。でも趣味なんです。趣味、はい、どういうことですか？食べてんの見て、それを見て喜んでるんです。あ、そうなんだ。それでお腹いっぱいになるんですか？はい、もう笑顔が素敵です。ちょっと見てください。笑顔が本当にもう素敵。でもそれも含めてありなんだよね、こんちゃんの場合ね。なるほどね。そう、だからね、近藤さんとご飯食べに行くと、はい、本当に珍しかったり、はい、高級だったり、美味しいものをいっぱいご馳走してくださるんだけど、はい、素敵。胃袋をね、開けとかないと、えらい目に遭うのよ。なるほどね。そう、今度ね、近藤さんと一緒にお食事行きましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。もうテーブルいっぱいよろしくお願いします。テーブルいっぱいでぜひぜひ。机いっぱいのごちそうだなんて羨ましいですね。僕からしたら天国でしかないですよ。近藤さん、僕もお誘いお待ちしております。近藤さん32年いらっしゃって、なんか台湾の
こんだけやっぱ長いこといらっしゃるで台湾のことが好きだからいらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、台湾のここいいなと思うのはどこだったりしますか。日本人を受け入れてくれる、まあ、非常にこの多分世界で一番親日っていうか、あの受け入れてくれるそういう国じゃないですかね。そうですね、日本ですから居心地いいよね。もう日本下手すれば日本よりいいんじゃないですか。日本よりいい、はい、それどういう意味、ある意味ね、言葉がある、はい、少しは通じるっていうのと、うん、また風習慣っていうんですか、うん、それすごく似てる。なるほどね、はいはい。でまたそういう日本人を受け入れてくれるそういったあの風土っていうんですかね、うん、まあこれ世界で一番じゃないですかね。そうですね、はい、僕も来てよく感じます。だから僕はどんどんいろんな方にも台湾に来ていただいてね、どんどん台湾のこの良さをね、これからアピールしていきたいなと。ぜひコロナも落ち着いたらまたそこは。本当ですね、リオさんいかがですか。そうですね、今本当近藤さんおっしゃったように台湾っていうのはすごく親日、うん、ま、でもね、昔私たちが来た頃って台湾の人が日本大好きで、うん、台湾の片思いだったような気がするんですね、はいはい、その頃日本の人ってあんまり台湾のこと知らなくって、はい、なんか農協のおっちゃんが台湾に遊びに来るよみたいなぐらいしかなかったのが、いつしか台湾の良さが日本の人も分かってくれて、はい、最近は若い女の子とかもすごい台湾グルメツアーとか、はい、マッサージツアーとかで来てくれるじゃないですか、はい、なんかやっと最近両思いになったと思うんですよ。一時はずっと台湾の片思いだったんだけど、最近は日本の人も台湾のことをすごく好きになってくれて、なんかすごく両思いになっていい関係ができてるんで、このままねこう日台の友好がね続くと嬉しいなと思いますよね。そういうのに、まあ、少しでもこう微力ながらでもね、そういうなんていうのかな、そういうのに自分のやったことが日台の関係にねいい方につながったら嬉しいなって、そういうことをしていきたいなと思いますよね。素敵だわ、大先輩の素敵なお話を、とんでもない、ありがとうございます。でもちょっとあの先輩方すいません、あの美味しい甘いものいただいてるんですけど、ちょっと甘いもの食べたらしょっぱいもの食べてはぁ何なんかちょっとしょっぱいもの食べたら、さっきうなぎ食べてケーキ食べたいって言ってケーキ食べたら今度しょっぱいもん食べたい。いやだって先生の事務所行ったらなんかこう重たい猫求めて持たされて、あれが大変だったんですよ、疲れたんですよ僕。それで今度しょっぱいもん食べたいの、はい、信じらんないよね。まあでも近藤さん若いからね、人が食べてるの見るの好きだっておっしゃってるから、じゃあちょっとしょっぱいもん、ちょっとじゃあぜひよろしくお願いします、ね、はい、はい、じゃあケーキの後にしょっぱいもん食べるという、はい、ちょっと順番が逆だけど、はい、ありですね。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、部長のわがままを聞いていただき、定食を4つもご用意してくださりました。ということでちょっとごめんなさい、しょっぱいものもご用意していただきました。しょっぱいものしかしっかり定食になってしまいましたね。ありがとうございます、本当に、はい、じゃあせっかくなんでいただきましょう。いただきます、本当に。僕のこれ唐揚げ定食ですね。唐揚げ好きでしょ、はい、大好き、唐揚げ大好きなんで僕本当にもうちょっと、じゃあ食べてください、いただきますね、唐揚げ定食。うわ久しぶりに食べます、唐揚げ定食。いただきます、どうですか、こちらの唐揚げ。あ、うまい。なんか味付けがちょっと違うんですかね。なんか、うん、何のお肉ですか。え、これ何のお肉で、なんかまずい。全然、なんか食、なんか味付けと食感がちょっと違うんですけど。あ、そう。ねー、じゃあラオバに聞いてみましょうか。こちら何のお肉ですか。 CM の後、唐揚げの材料にびっくり仰天。一体何の材料を使っているの。こちら何のお肉ですか。これは大豆肉です。あ、大豆なんですか。はい、あ、これはお肉じゃないんだ。お肉じゃないんですよ。あ、嘘、全然お肉、唐揚げのお肉みたいなんですけど、実はこちらのお店はベジタリアンのお店なんです。そうなんだ。だから、はい、唐揚げに見えて唐揚げじゃないんですよ。もう全然、もう見た目もそうです。ちょっと見てください、これ見た目も分かりますかね。食べた感覚も、もう唐揚げなんですよ。もう唐揚げと変わらないですね。唐揚げでしょ唐揚げでしょ。これ全部ね、本当に全く入ってないんですよ、はい、お肉。このね、唐揚げ、うん、鶏肉じゃなくて、大豆ミートのだけじゃなくて、唐揚げって普通周りに衣つけるじゃない、うん、その衣も小麦粉じゃないのよ。何ですか。だから、ここは
ベジタリアンでグルテンフリーなんですよ。だから先生おすすめなんですね。そうなの、そうなの。ベジタリアンかつグルテンフリーってすごくない？この衣もね、小麦粉じゃないの。これ何使ってるんですか？米です。米粉を使ってる。米粉、お米めちゃくちゃヘルシーよ。あ、でこれもう全くお肉関係が使われてないってことなんですね。うんうんうん、すごいですね。リルマさんのこれはさすがにそんなことないですよね。これは和定食。和定食か。全部ほら炊き込みご飯とか煮物とか、はい、うん、ね、たかし君これよかったら2本あるから1本食べて。何ですかこれね。あのお豆腐の田楽。あ、田楽なんだ。お味噌がね特別なのよ。それね、京都の桜味噌です。美味しいやつ、美味しいやつ食べて。お味噌がね、こだわりの味噌なの。うん、上品なお味だよね。え、本当に美味しい。わ、すごいコクがすごい味噌の。京都でしかない桜味噌を、うん、だいたい3時間ぐらいこうずっとぐつぐつ煮込んで、すっごいね、濃いんですよ味が。味噌の味がしっかりギュッて凝縮されてて、ね、本当に美味しいですね。美味しい定食をいただいていると、ここでまたちょっぴり特別な日本の国民的料理を持ってきてくださいました。あ、さっきの可愛い子だ。あ、でも、うん、どうぞ。さっきの可愛い子だって。もどうぞ。ありがとうございます。これ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。良かった。大丈夫です。そんな恥ずかしがっちゃった。はい、せーの。幸せ。はい、いいね。最近私、ポンされたいんでしょ？そう、もう喜んで。ちょっと食べて。これはなんかハンバーグですか？はい。で、これをちょっとつけて、こっちがミートソース、はい、こっちがデミグラスソース。デミグラス。ちょっとじゃあ、直箸ですよ。いいですよ。じゃあ、カレーをつけて。いただきます。カレーですかね。カレー。タレ。おいしい。おいしい。でもさ、あっちミートソースって言ってるけど、ミートじゃないんでしょ。お肉じゃないんでしょ。全部大丈夫。これもですか、そしたら。それもハンバーグじゃなくて、お豆腐です。お豆腐ハンバーグ。ダイエットにいいよね、お豆腐ハンバーグって。あの本当にお肉と同じような、ちゃんと食感があるんですね。お豆腐ハンバーグなのに。うまい。豆腐ハンバーグ、見た目からは豆腐だということが全然わかりませんね。ミートソースもお肉を使われていないなんて不思議です。さらにこちらのお店にはとっても特別な、こんな真っ白なこんなお料理もあるんです。こちら真っ白な食べ物は豆乳クリームで、中には春雨が入っているんです。カレー風味で美味しいだけじゃなく、インスタ映え間違いなしです。お二人ともたくさんの美味しいスイーツだけでなく、美味しいお料理までごちそうになり良かったですね。近藤さん、どうもありがとうございました。本当に今日ありがとうございます。こちらこそ。あのちょっと最後に、もうあの台湾にいらっしゃる先輩お二方にお聞きしたいんですけれども、台湾に長いこといらっしゃって、これからやりたいこと、もしくはまだやりきれてないことって何かあったりしますか？僕の場合は、まあ、今このグルテンフリーっていう食を通じてですね、まあ、これあの台湾でグルテンアレルギーとかっていうと 1% ぐらいしかいない、人口の 1% ぐらいしかいないから、非常にこのレストランを経営するって言っても、一般の人も対象にしていかなきゃいけないし、でこれからあの絶対数が少ないから、これ維持するのがすごく大変なんですよ。だからハサミで見るよりグルテンフリーっていうのは難しいんですね。だから一度カレーにしても、 お味噌、お醤油、あらゆるものね、調味料ね、いろんな加工食品ありますよね。こういうもの全部見てもらうと、こう小さいとこ見ると必ず小麦って入ってます。入ってる。必ず入ってます。お醤油でもね、はい、入ってる。入ってないものを探す方が難しいです、ね、だからそういう風に今社会がそうなっちゃってるんです。ってことはだんだんそのアレルギーで、この増えてくるのは間違いないんです。ただしこれはあの即効性じゃないんです。食べたからすぐ出るっていう人もいますけども、あのセラック病っていうんですか、あれ特殊なアレルギーですね。
でもそうじゃなくて、グルテンアレルギーの人っていうのは遅効性といって、ね、約1週間とか遅くても2週間かかるんですよ、うん、ゆっくりゆっくり反応が出てくるから気がついた時にもう遅いんですよ、分かんないんですよ。 だけど実際にじゃあ1週間とか2週間うどんも食べないとかカレーも食べない、小麦粉の一切入ってないものを食べないっていう食生活をやってみると体が調子がいいなっていうのが分かってくるんですね。だからこういったレストランを通じながら少しずつですけども、これ今の 食の文化がどん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 こう多様化されていってアレルギーが増えてきてますから、やっぱもうそれをなんとか維持しながら、やっぱり本当に健康っていうものを大事にしてね、そういった時代のニーズに、まだこれからなんですけど台湾は、潰れないようにもう忍耐強くとにかく今頑張っていこう、そういうのが今のテーマでございます。なるほどです、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしく、ありがとうございます。貴重なお話、リュアさんいかがですか。私ですか、はい、私、やり残したこととかこれからやりたいことっていうご質問なんですけれども、先ほどですね、日台友好に頑張ってね、何か私ができることをやっていきたいなっていう、大きなことを言ったんですけれども、個人的にですね、私台湾の男性と付き合ったことないんですよ。日台友好ね、やっぱりそっからですよね。ということでこれからはですね、まだやり残したということで台湾の男性とお付き合いしてみたいなと思ってますので、ね、こちらの、ね、カメラの向こうの皆様、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。うちの龍波先生をどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたします。説明欄にインスタグラムを載せておきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、じゃあ、大先輩お二方の貴重なお話も聞けて、美味しいお料理もいただける、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。最後カメラに向かっていいですか、はい、バイバイ、じゃあねー、バイバイ。看完节目还喜欢吗？喜欢的朋友们，如果有话要对我说，也在请在留言哦。